見てるわよ。こんにちは、宮城秀人でございます。そうですね、江原さんはもうずいぶん前にねお会いして、まあ詳しく話すと長くなりますんでね、もうそうですね、奈良時代からの話でございますのでとてもこの時間ではねお話できません。最初ね、丹波哲郎さんのお宅でね、霊界の案内人の方のところでお会いして、私は随分全国道場破りしてますんでね、駅舎の方とかね、それから超能力者と称する方とか、大体 99% ねちょっと怪しげな方が多いんですよ。でも江原さんは本物ですね、数少ない本物の一人だというふうに。それからいろいろお付き合いさせていただいて、でオラの泉の番組の時にね、ゲストの方がいらして、中途半端な人数じゃなかったんですよ、後ろについてる例のが。でそれがね、わーってもうその方に対して文句言ってるわけ。でもやっぱり江原さんは正直な方だから、それをそのまま言おうとなさるんだけれども、番組の都合上ね、やっぱりゲストはお客様ですからね、恥かかせるわけにいきませんので、なだめてすかして、でそしてその場なんとなく繕って終わったんですよね。でもやっぱり溜まってらっしゃるから、ね、3日ぐらいはほっといたのかしらね。で3日目ぐらいにとにかく江原さんがね、寝室でベッドの上で横になっちゃったんで、足バタバタしながらね、見張り気になるバカ野郎怒ってらっしゃるんでね。でそれがこうレジで見えたんで、で夜中でしたけどお電話差し上げて、何かご用っつったら、そういうことがお互いによくあるんですよ。ね、ひでちゃんも、それから綺麗な愛ちゃんも、ね、いろいろ全部見透かされてると思いますよ。だからちょっと用心なした方がいい、ね、油断ならない人物ですからね。しょっちゅうです。しょっちゅうですよ。それがね、いきなり電話かけてきてね、何そんな機嫌悪いのって全部見えるよ。いきなりですね。いきなり。ああ、そういうかちょっとあんまりこうなんかいろいろモヤモヤしてるもんが、キャラさんもあったわけですね。今ね、パルコ劇場でね、音楽会やってて、でそれにねお邪魔した時も、しがちに行った時もね、ここしばらくは穏やかでいいわねって全部わかってます。逆もキャラさんや美輪さんが今どういうふうなことを思ってるかっていうのはわかるわけですよね、当然。まあね。でも僕なんかもね、やっぱり美輪さんが電話いただいて、そうするとって驚くけど、美輪さんはもう全然違いますよ。逆に美輪さんにお電話して、ちょっとこういうのが見えたんですけどね。って言うとね、とかって言わないですね。さすがね。とは一